カルビー株式会社は19日までに公式サイトを更新し、プロ野球チップスで日本ハム、伊藤博美投手の身長を176メートルとした誤字を謝罪した。2024プロ野球チップス第1弾、カードリメンの誤字についてのお詫びとお知らせ、と題した文章をアップ。カルビー2024プロ野球チップスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。 この度、2024プロ野球チップスの第1弾レギュラーカード58伊藤博美日本ハムのプロフィールについて身長176センチメートルと表記すべきところを誤って176メートルと表記していることが判明いたしましたと報告交換をご希望されるお客様には大変お手数をおかけしますが下記送付先までお送りいただきますようお願い申し上げます と住所を掲載し、後日、修正版カードと送料を切手にてお送りさせていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます、と謝罪した。日本ハムの公式サイトのプロフィールでは、伊藤選手の身長は176センチメートルとなっている。